高知市が初めて開催した男性育休を語る交流会。実際に育休を取得した男性職員と夫が育休を取得した女性職員のリアルな声を聞く目的です。市のアンケートによりますと、およそ 80% の男性職員が子どもが生まれたら育休を取りたいと考えています。しかし昨年度の取得率は 48.1% にとどまっていて、市は来年度2週間以上の育休取得率を 85% 以上まで引き上げる目標を掲げています。職員からは長く休むことによる経済面での心配や仕事に穴を開けてしまうことから長期間の休みは取りづらいといった声が上がっていました。